はいどうもー、はい、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日ですね、これのあれなんだけど、まあ、大体2目玉焼き、エリンギ、ウインナー5、ピーマン、トマト、キャベツ、玉ねぎですよ。で、こっちです、こっち。これで朝ごはん行っちゃいましょうということで、これです。新しく、仕入れました。バターフィナンシュ。まあ、名前言っちゃう、なんかすごい美味しそうです。シュクレイ、株式会社シュクレイ、北大山港区。そういうやつです。ご主人様、こちらがバターでございます。主役のお菓子で、主役のお菓子でございます。ちょっともう、いただきます。牛乳です。本日牛乳です。少々お待ちください。ミスター健康記事までやっておりますんで。牛乳で。さあ、行きましょう。よっしゃ。もう一気のおかず、改めましていただきます。飲み終わる前から新たな一杯を継ぐためにこうやって手を出してこうやって握って、なんてはしたないんだと、なんて強欲なんだと。そうなんです、ミスター強欲木島です。さあ行きましょう。ああ久しぶりに牛乳飲んだ、美味しいな、すっごい美味しいな。トマトいきます。ああ、おいしいね。ピーマンの焼き具合もちょうどいいんじゃないの、今日の。いい、最高にいい。ちょっと開けてみよう。どうやって開けるんだよ、これ。こっちか。バターって書いてあったからさ、もうこれは朝ごはんでしょと。ご主人様、バターバトラーは世界中の産地からえりすぐったバターでお作りしたバターが主役のスイーツでございます。いつもはコクや香りを引き出したり、サクサクの食感を演出したり、陰ながら洋菓子の美味しさを支えている脇役のバターでございますが、この度はバターを主役に添えてお作りいたします。ああそうなんだ、知らなかった。当家のパティシエの自信作をぜひご賞味。もちろんです。あ、賞味期限見てなかったけど、よかった、間に合った。違った、開けるとこ違った。なかなか食べません。こっちでした、開けるの。あー、入れ物からしてもう素敵なんだもの。はい、こうです、こうなっております。あー、いいですね。厳重に包装されておって、高級品の、あー、こうなんだ。うわ、バターフィナンシュ、バターガレット、バターキャラメルポット、全部食べたいけど今日のはフィナンシュ。スイス産発酵バターとフランス産ゲランドの塩を使ったバターフィナンシュ。表はカリッと焼き上げ、中はメープルシロップ。あ、染み込ませた、メープルシロップ染み込ませた。ごめんなさい、興奮しました。そういうことです。これ参っちゃったな、こりゃ参っちゃったな、こりゃ。これでしっかりね、あ、入れ物こうです。しっかり栄養、糖分、油分をしっかりとって、あ、いい香りです。嗅ぐなってね、よく言われるけどね、いい香りです。やっぱり香りも楽しみたいじゃない。サクッといくとこうなってます。いただきます。あ、ほんといい香り。おお
なんだいこれ、美味しいぞ。外はカリカリまでいかないけど、サク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 って感じ。外はサッサッサッって感じ。中がほほほって感じ。ほくとかね、ふんわりとかじゃなくてほほほって感じ。サッサッサッ、ほほほ、サッほサッほって感じ。甘いわけじゃない。あ、非常に美味しいね。こりゃいいわ、こりゃいいわ。ちょっとこれガレットも気になるな。あと2つも食べたいな。これ東京駅にあったような気がするな。うん、確か。なんかキャンペーンやってるね。なんだろう、ああすごい。パンでさ、あー、エリンギ欲しい。立ってる香り、香りが立ってる。エリンギも最高。ごめんなさい、飛び出ました。確か東京駅で見たような気がすんな。うん、いや、これだったらね、パンで行ってもいいかなって。パンでどうでしょうって気持ちもなっちゃったんですけど、あ、そういえばうちにいるぞと。そしたらさ、もう出番でしょと完全に。うん、本当に美味しい。お店がどこにあるとか書いてないもんね。1個あたり熱量118キロカロリー、タンパク質 1.8グラム、 脂質 7.4グラム、 炭水化物 11.1グラム、 食塩相当量 0.1グラム。 はバランス絶好調です。栄養バランス絶好調です。うん、これ美味しいぞ本当に。朝ごはんとしてもいいけど、紅茶、紅茶といいだろうね。間違いなく、あ、美味しい。うん、この後のウインナー美味しい。あ、いいな、このタイプの。朝ごはんいいな。うん、牛乳もまたいいわ。特納買おうかなと思ったんですけど、ちょっと贅沢すぎるなと思って。150円ばっかりじゃなかったかな。あれですよ、マイバスケット。
マイバスケットも安いね、何でもかんでも。ほんと安い。エリンギもマイバスケット。トマトもマイバスケットですよ。ダメです。うん。あ。うん。うん。うん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 、ああ美味しい。卵我慢できなかった。一個にしようかなと思う。一瞬ですよ、一瞬だけ思ったんですけど、いや我慢できなかったっすよ、おかしいな、そんなわけないでしょと。一個で済ますわけにはいきませんよと。2個にしてよかった。なんでかって1個食べたよ、1個食べました。いやもう1個あんだから、ここに。そういうことです。うん、うん、やっぱキノコってすごい、エリンギすごいな。ジューシーだしね、香りもいいし、栄養とかほんと全然わかんない、全然わかんないです。いつもそう食べてるもの。これが体にどういいか、これが体にどういいかと、そういうの全然わからんけど、食べたいから食べてるだけだけど、全部美味しい、ありがたいことに、うん、うん、ああ、もう一個食べちゃおうか、もう一個食べちゃおう。食べ過ぎですか？そんなことないよ、そんなことない。まあカロリーとかわかんないんだよな。1個118、これ3つ目ですからね。でタンパク質もうわからん、栄養回ってんです。もう絶好調のバランスですから大丈夫です、絶対大丈夫です。まあ大丈夫じゃないってこともないけどね。美味しい食べ物食べて大丈夫じゃないって、そんなことはないんだ。食べ過ぎがよくない。食べ過ぎですか、鼻がかゆいです。うん、いや美味しいな。いやこのさっほさっほさっほいいな。1日1個にして毎食後っていう楽しみ方もあったんだろうね。あー美味しい、こんぐらいの力がある子なら。うん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 、そういう計算もねできる気島じゃありませんし、食べてみたから分かったわけで、あ立てるのか、そばみたいに。うんうん、こっちにも来てるわエキスが。キノコやらウインナーやら、あー口の中まだバターがいるもんね、バターが。うん、
黄身がまだ残っている。中にこのエリンギの香りとね、ジューシーなエリンギエキスが。いや贅沢だったな。贅沢でしたね。こうか、もういっか。バターバトラ、ウインナー、エリンギ、ピーマン、目玉煮、トマト、キャベツ、玉ねぎ、いやいやいや、栄養満点、バランス抜群のミスター健康木島バターフィナンシュご飯、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃって。